ず、一つ目の白星はですね、はい、自分一人で全て投げ切るんだと、それぐらいの気持ちでね、行ってほしいなというふうに思いますけどね。最後までと。150球かかろうがですね、はい、今日は自分でね、全て、はい、責任を背負うとね、それぐらいの覚悟を持って一つ目の勝ち星をですね、取りに行っていくぐらいのね、気持ちで今日の登板をね、行ってほしい。アウトサイドいっぱい、素晴らしいコントロール、素晴らしいボールでした。三振。大野雄大、この2回はきっちりと3人で仕留めています。三振。最後はボールを沈めました、大野雄大。バットが出ませんでした。三振でワンアウト。1点差としてもらった直後のこのイニング、まあ、やはり大野としては三振。エースの大野雄大、この5回しっかりと3人で打ち取っています。速い球、空振り三振、ワンアウト。おそらく大野投手もね、はい、まあ、これだけ経験のある投手ですからね、このイニングが重要だということはね、十分。ランナースタートを切りました。空振り、二塁はアウト、三振ゲッツ。キャッチャーの木下がここもアウトにしました。ファーストも守ります。三振、ワンアウト。大野雄大も気合が入っています。最大限に出してますよ。今チームは少し低迷しています。そのドラゴンズのエース、大野、塩見を三振に切って取ってツーアウト。フォークボール、三振、ワンアウト。ここまでは何か野口さん、こう自分のイメージ通りに投げてる感じですね。うん、本当にこう理想通りですよね。実際こう高めのまっすぐで空振りしてくれて、まあその後も空振りといてフォークで三振ですから。はい。ツーストライク。三振。勝野が1回、2回、3回とパーフェクトに抑えています。三振、いいゾーンに決めました勝野。ナイスボールですね。青木のバットが空を切りました。まあ、追い込むとね、今みたいなフォークっていうのがね、はい、非常にいいところ落ちるんでね、やっぱり上から投げてくるピッチャーですから、このフォークっていうのはね、一番の武器でしょうね。これだけ落ちてきます。勝野踏ん張れるか。速い球でいった、150キロ、空振り三振。このピンチ、勝野が切り抜けています。エスコバーに対して、やはりこの変化球、キレがあります。カーブですよね。ヒットを打っています。空振り三振、最後はフォークボールでした。勝の7回まで投げました。この7回は3人で打ち取っています。三振。青木三振。ドラゴンズの先発梅津、最高の立ち上がりを見せています。速い球で空振り三振、ワンアウト。まっすぐがいいという、はい、やはり感触があるんでしょうか。
いやもう手元で伸びてますよね、はい、村上に対して最後まっすぐでいきました、はい、決してねアウトローのこう厳しいところじゃないですよ、高さはちょっと甘いんですけれどもね、左バッター的にはこう打ちやすい高さなんでしょうか。バットは回ったという判定、三振でワンアウト。最後はフォークボール、フォークボールですね、はい、8番キャッチャー、いいところに落ちてますね。いや本当にね、キャッチャー西田背番号、いいリズムで投げています。ストライク、ドラゴンズ先発の梅津、3回までパーフェクトピッチングです。ストライク、最後はスライダー、リードする木下拓也、空振り三振、ツーアウト。先発ピッチャーというのはしかしその終盤の疲れの中でも抑えていかなければいけないんですよね、はい、このあたりがねベンチサイドがどう判断するかですよね、はい、ワンボールツーストライク、三振。ドラゴンズ先発の梅津、8回まで投げました。スワローズ打線を0点に抑えています。ノーヒット、三振。まだ力がある、まだまっすぐには力があります。いい球ですね。ですよね、セカンド宮本、はい、伸びてます。どうでしょう、スタミナ的にはまだまだ大丈夫ですか。三振、ツーアウト。握り拳を見せました梅津。ツーアウトまで来ました。あとアウト1個ですね。8番岸田に代わりまして、はい、バッター川端。スワローズはツーアウトランナーなしで代打川端を起用してきます。